林野町、林野町、林野町、英語、フォレストリーエージェンシーは、森林の保足培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び、国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする、農林水産省の外局である、農林水産省設置法第30条。林野庁は、農林水産省設置法、以下、 農林水産省法に基づき、農林水産省に置かれている外局である。同法の第23条及び、第29条から第35条が、任務、所掌事務及び組織を規定している。任務は、森林の保足培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び、国有林や事業の適切な運営を図ることである。 農林水産省法第30条。この任務のため、森林の整備保全、民有林への指導監督、女性、国有林や事業など森林、林業に関する事務全般を扱う。農林省三林局を前身とする。太平洋戦争後間もなく区内省提出林野局と内務省北海道庁の一部を九州統合し、外局に昇格するとともに林野局に解消。 1949年に、現在の林野町に改称した。2001年に、森林総合研究所と林木育種センターを独立行政法人として分離した。林野町長官を長とし、内部部局として林政部、森林整備部、国有林野部の三部を本庁に置くほか、審議会として、林政審議会、文教研修施設として、森林技術総合研修所、 地方支分部局として7つの森林管理局を設置する。森林管理局は北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州の各管轄区域ごとに置かれ、その下部組織として98の森林管理所が各地に点在している。林野町の所掌事務は農林水産省法第4条に列挙された同省の 所掌事務計83号中、林業と森林に関連する、計29号分の事務である、第31条。主なものに、森林組合、林産物貿易、森林保険、林業金融、森林資源の確保、利用、森林整備、地産、森林経営の監督、女性、保安林、森林病害中対策、林産物流通、林業経営の改善、 安定、林業技術の改良、発達、普及交換、林業構造の改善、国有林野の管理経営及び野生動物の保護増殖事業に関することなどが挙げられる。森林国営保険は火災、気象災害及び噴火災害によって森林に生じる損害を国が保険者となり店舗することを目的とした保険である。森林国営保険法。 昭和12年3月31日法律第25号が規定する。非保険者は民有人降林の所有者に限られる。経理を明確にするため、森林保険特別会計により一般会計から区分して経理されている特別会計に関する法律第150条。加入率、加入者の所有人降林の面積を 民有人降臨の面積で除した数値は2009年度は13.3%、1、058000ヘクタールとなっている。林業の縮小に伴い、1984年、昭和54年の32.2%、2、4 1千0 0ヘクタールをピークに、以後一貫して減少を続け、現在も前減傾向にある。2006年の行政改革推進法成立以降、 林野庁は国営を廃止し、独立行政法人または民間保険会社に関することの検討を行い、森林国営保険法等の一部を改正する法律、平成26年4月16日法律第21号により、2015年4月1日から国営から国立研究開発法人森林総合研究所による運営に移行した。なお、 国立研究開発法人森林総合研究所は2017年4月1日に国立研究開発法人森林研究整備機構となった。国が所有する森林原野は国有林野または単に国有林と呼ばれ林野町はその管理経営を司る。国有林野の経営管理は国有林野事業と呼ばれ伐採、造林、林道建設、 地産事業、森林維持管理及び林産物の生産、販売などからなる。国有林野の管理経営に関する法律が、事業の基本計画や国有林野の貸し付け、売り払い等に関する事項を定め、また同法第4条第1項に基づいて、国有林の管理経営に関する基本計画を農林水産大臣が定める。計画は10年を1計画期間とし、5年ごとに改定される。 国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営しその健全な発達に資するため国有林野事業特別会計により一般会計から区分して経理されていた改正前の特別会計に関する法律第158条同特別会計は2012年6月に成立した国有林野の有する 公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律により2016年度限りで廃止され事業の経理方式は一般会計へ移行した。戦前の日本では現在国有林野とされる林野の一部がご両林として皇室財産の中核を成し、区内省提出林野局がこれを管理経営していた。 また、北海道の国有林は内務省北海道庁が所管し、現在の林野庁の直系前身である農林省三林局が所管する国有林の面積は戦後成立する国有林の半分強に過ぎなかった。1945年に日本が太平洋戦争に敗戦し GHQ の占領が始まると民主化政策の一環として、 皇室財産の国有化と内務省の解体が行われた。その結果、1947年4月1日をもって、ご両輪は国有林へ並行され、ご両輪を所管していた。提出林野局は農林省三林局へ統合。三林局は農林省の外局に昇格し、林野局に改称した。また、同年5月には、 内務省の解体に伴い北海道の国有林も林野局に移管され、北海道庁国有林関係職員は北海道の英林局へと移行した。これら国有林の所管を農林省林野局に一元化したことは林政統一と呼ばれる。この時期に日本の戦後国有林野事業の原型が形成された。1949年6月1日。 国家行政組織法施行により、林野局は現在の名称である林野庁に改称した。1999年、小渕経済内閣の下で、中央省庁等改革基本法による行政改革の一環として、府省の一部事務と組織を独立行政法人に関する政策が進められた独立行政法人化。林野庁については百九十九年中に施設、 当機関の森林総合研究所と林木育種センターを独立行政法人、非公務員型に移行させる個別法が成立。2001年4月1日、独立行政法人森林総合研究所と林木育種センターが設立された。2006年、小泉内閣が閣議決定した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律。 行政改革推進法が成立し、その中で特別会計改革及び総人件費改革の一環として、国有林や事業の一部と森林国営保険を独立行政法人に関することを、それぞれ2010年度末と2008年度末までに検討することが定められた同法第27-2850条。これを受けて、 林野庁により行政改革推進法の規定に沿ってに事業を非公務員型の独立行政法人に移管し、国有林野事業特別会計の一般会計への統合と森林保険特別会計の廃止を内容とする改革案が練られた。2008年6月には福田内閣が国の行政機関の定員の順減についてを閣議決定し、その中で 国有林野事業の一部である人工林の整備、木材販売等の業務を非公務員型独立行政法人に移行することで定員1970人を削減する方針が示された。さらに改革構想は具体化され、2009年2月の行政改革推進本部の会議にて林野町は2010年度から国有林野事業の人工林並びに木材販売業務、 森林国営保健及び森林総合研究所の水源林造成事業を新たに設立する一つの独立行政法人に関し、二特会は廃止、一般会計へ統合する案を公にした。その後、二千九年八月の第四十五回衆議院議員総選挙により、民主党を中心とする連立政権が成立すると、特別会計廃止後の国有林経営は、事業、 組織の一部独立行政法人化から事業全体の一般会計会と転換されることになった。民主党は総選挙に際して国有林や事業特別会計を廃止し、その組織、事業のすべてを一般会計で取り扱うことを公約していた。2009年12月25日、農林水産省赤松博高大臣が森林林業再生プランを公表し、 国有林や事業全体を一般会計に移行させることを検討するとした。また、鳩山幸男内閣は同じ日に独立行政法人の抜本的見直しについてを閣議決定し、森林国営保険と国有林や事業の独立行政法人化は凍結されることになった。2010年10月に行われた行政刷新会議の事業仕分けでは、 国有林や事業特別会計と森林保険特別会計も訴状に上った。ワーキンググループ B、長妻明ほ他は林野町の示した改革案と同様に国有林や事業特別会計を一部廃止し一般会計化する負債枠分経理して国民負担を増やさないとの評価結果を出した。森林保険特別会計は同様にワーキンググループ B が 廃止、国以外の主体へ移管、早急に移管する主体を検討。それまでの間、暫定的に区分経理を維持。資金のあり方については、積み立ての水準を見直し、現在の保険料水準に反映との評価結果を出した。2011年7月、関大二次改造内閣は、森林林業基本計画の変更を閣議決定した。これによると、 国有林野事業は、債務を区分経理した上で、組織、事業のすべてを一般会計に移行することを検討。森林保険特別会計については、上野行政刷新会議事業仕分けの評価結果を踏まえ、具体的な検討を進めるとした。鹿のみ彦大臣の諮問を受けて、2011年1月から国有林野事業の経理について、検討を続けてきた。 林精神、国有林野部会は、同年12月16日に、今後の国有林野の管理経営のあり方についてを、答申した。答申は、今後の国有林野事業の経理区分のあり方について、企業性を元とする企業特別会計ではなく、一般会計において一体的に実施することが、適当である。また、流木等の資産や組織、職員についても、すべて一体的に、 一般会計に帰属させるべきであると結論した。また、国有林野特会の債務は新設する債務返済に特化した特別会計に継承させ、今後も林産物収入によって返済を進めるとの見通しを示した。この答申に沿って、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する、 法律等の一部を改正する等の法律案が策定され、2012年3月2日、野田第一次改造内閣が閣議決定、同日中に第180回国会に提出した。法案は2012年4月16日に参議院、6月21日に衆議院で共に全会一致で可決された。一部の規定を除いて2013年4月1日から、 施行された。なお、森林国営保険の改革は、森林整備部と懇談会の森林保険制度に関する検討会の検討を経て、2015年4月1日から、国営から国立研究開発法人森林総合研究所、国立研究開発法人森林研究、整備機構による運営に移行した。林野町の組織とその所掌事務は、 法律の農林水産省設置法、政令の農林水産省組織令及び、省令の農林水産省組織規則が、それぞれ階層的に規定している。内部部局として林政部、森林整備部、国有林野部の3部を置く、政令第95条。職員数は、おのおの200名前後、計およそ600名である。農林水産省が主管する独立行政法人の、 うち、林野町所管は2017年4月1日現在、森林研究、整備機構である。森林研究、整備機構は森林及び林業に関する、総合的な試験及び、研究、林木の有料な種苗の生産及び配布等を行うことにより、森林の補足培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与することを目的と、する森林研究。 整備機構法第3条第1項。また、森林保険を効果的かつ効率的に行うことを目的とする森林研究、整備機構法第3条第2項。1905年に設置された農商務省三輪局林業試験所を起源とし、1988年に林業試験場を開祖するとともに、森林総合研究所に改称。2001年、林野町、 施設等機関から分離して独立行政法人となり、2017年4月1日に森林研究整備機構となった。主務課は林野町森林整備部研究指導課である200。2003年平成15年10月に緑資源公団から独立行政法人に改組して発足した緑資源機構は2007年、 平成19年の緑資源気候談合事件を契機に同年度限りで廃止された。同法人が行っていた水源林造成事業等は森林総合研究所に海外事業は国際農林水産業研究センターにそれぞれ継承された。また森林総研と同じく2001年に林野町から分離され独立行政法人となった林木育種センターは 2007年度に森林総合研究所に吸収統合され、林野庁が主管の独立行政法人は森林総合研究所、県森林研究、整備機構のみとなった。農林水産省が主管する特殊法人、特別の法律により設立される民間法人、特別民間法人、民家法人、地方共同法人及び特別の法律により設立される法人で、 林野町が主観するものはない。2018年度、平成30年度一般会計における当初予算、歳出は2858億7798万8000円である。農林水産省の歳入予算で林野町に関連するものに、平成25年の国有林野事業の一般会計への移行により発生した立木竹の売り払いによる、 国有林野事業収入が291億7342万8000円などがある。林野町が以前は国有林野事業特別会計、所称国有林野部と森林保険特別会計、森林整備部を主管していたが2012年6月に成立した国有林野事業関連法の改正により国有林野事業特別会計は2012年度。 限りで廃止され、2013年度以降は、同事業は一般会計に属することとなり、国有林野事業特別会計の負担に属する、累積債務約1.3兆円は2013年度から新設される、国有林野事業債務管理特別会計に継承された。債務は林産物収入によって返済されることになっており、毎年度一般会計では、 国有林野から算出される林産物等の売り払い収入や国有林野の管理処分によって得られる収入等国有林野事業収入からその収入を得るために必要な経費を差し引いた額を本特別会計に繰り入れることになっている特別会計法不足第206条の5これらの歳入はべて債務の償還のため国際整理基金特別会計への繰り入れがされ その他の歳出はない。一般職の在職者数は2017年8月1日現在で4653人、うち女性525人である。かつてリニア町の国有林野事業に従事する職員の大半が適用されていた国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法は国有林野事業改正に伴い、 平成25年4月から廃止されたため、現在では特別職を除く全員が一般職給与法が適用される。国有林野事業の定員外職員として、作業員が2017年4月1日の時点で126人、前年比39人減。作業員の人等数を雇用区分別にした数値及びは臨時で直接雇用される臨時作業員の数値は、 第66次、平成26年国有林や事業統計書、平成25年度以降は、掲載がない。参考に2012年4月1日の時点で、作業員が596人で、内訳が、基幹作業員は585名、常用作業員は11名、定期作業員0名となっている。なお、以上の3区分とは別に、臨時で直接雇用される臨時作業員は、 2012年度期に、延べ人数、人頭数とは、別で25万44人、前年比4046人増であった。法令上の定員は、省令の農林水産省定員規則に、定められており、4759人と規定している。林野町の一般職職員は、非現業の国家、公務員なので、労働基本権の内葬儀権と、団体協約締結権は、 国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる国交法第108条の2第3項。従前は林野町の国有林野事業職員は、国有林野事業職員は、 国有林の企業的運営を趣旨とする国有林や事業特別会計がその給与を支弁しているゆえに団体協約締結権も認められていた。これは国有林や事業職員が現業職員であるゆえに非現業の職員と異なる公務員法によって規律されているためであったが国有林やの改正により労働組合法と特労法の適用から 国家公務員法の適用となったため、現在は団体協約締結権はなくなった。改正前は国有林野は給与等の勤務条件は、労働組合と林野庁当局との交渉を通して原則として団体協約を締結して決定されていた。ただし、葬儀行為は国交法同様、特労法が禁止しているため、その代償措置として、中労委の仲裁、 最低制度があり、協約締結に至らない場合はこれで決定されていた、特労法第35条。なお、職員の団結権は、職員は、労働組合を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる、特労法第4条と一般の労働法制と、同様に労働組合の形式で規定されていた。国有林や事業はかつてご原業と言われたものの、 最後であった。現在、本庁職員で作る、全農林労働組合の支部である、全農林林野労働組合東京地方本部林野町、分会と国有林野事業職員で作る、全国林野関連労働組合、林野労組が活動している。全農林林野町分会の前身は、林野職組であり、2007年当時の組合員数は、およそ90名であった。 林野労組は、定員外の作業員や、受け負い事業者の労働者も組織して、組合員数は5200人となっている。以上二つの組合は協調関係にある。林野労組は、森林労連、連合加盟と、公務労協に加盟している。森林労連の中核をなし、林野労組の事務所、庁舎内に、所在が、森林労連の本部を兼ねている。 国有林野の労働運動は、全林野労働組合、略称、全林野、総評加盟と、ホワイトカラー中心の日本国有林労働組合、略称、非林労、同盟加盟。後に、日本林業労働組合に、解消が分立する状態が長く続いていたが、2006年に林野労組に統一された。職員が任意で参加する親睦団体には、学歴の共通性。 林学科卒、研修所の専攻科などによって組織されるものもあり、その場合、学抜としての機能を持っているとされる。林野町の幹部は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。